勝手に動いてる。勝手に動いている。俺右押してないよ。悪夢が。なんだ。あ、例のやつです。あ、でっかいやつ。あれ、なんか。ちょっと違うね。背中になんか背負ってないですか。入ってくる。そう。あ、してる。ガチャガチャしてる。どうすれば。今動けない。うん。え、何もない。あ、いなくなった。いなくなった。主人公ファンレイレイでしたっけ。レイちゃん。レファンレイ。ファンかはよく分からんけど。え、主人公の名前どこで見るんだ。みんなの名前がね、覚えてないんだよね。ねえ、そうなんですよ。でもファンさんって結構いいんじゃない。ファンミンちゃんはあれですもんね。俺が。いやいや、ちょっと待って、まあ、今関係ない、よくやってくれた。ファン君はよくやってくれたよ。何をやってくれたんだろう。君のために何かをして、あの、すごい怪我をしてしまった。いや、しかしこの話の流れで言うとやっぱり密告をしたのでは。ああ、だからよくやってくれたと、はい、窓全体にお守りのお札があった。それのおかげで今助かったのか。あ、かもしれないですね。その後出るっていうのはとんでもないことですよ。なんて言うんですか。とりあえず今もう手がかり全部使い切りましたね。そうだね、あとは調べるしかないのかな。あれ、あとはな、アウンゾーじゃなくて、あのベド出した人たちの中入ったっけ、はい、入ってここに来たんですよ。確か入ってここに来たんだっけ、はい、入ってここに来たのか。本当に僕がやってるとこ覚えてないですね。怖くて、あ、人形がある。本当だ。あいつが置いてってくれたのかな。ということは、あー、そうだ、こっから左に行けば、あれですね。そうですね、普通に面白いよ、怖いけど、ね、さあ、じゃあ行きますか。はい、人形を気に。人形劇が起こるんでしょうかね。あー、なんか記憶が呼び起こされそうですね。うん、なんか一回さ、はい、男の子操作してたじゃん。ごめんなさい、名前忘れた。一番最初ウェイ君でしょ。ウェイ君を操作してて急にレイちゃんになったじゃん、はい、そうですね。その間のことが人形劇でこう行われたりしてくれるんですよね。そんな愉快なことが、うん、いや、でも愉快かどうかわかんないですけどね。いや、憲兵の人形っていうのがね、また憲兵さん、憲兵さん、憲兵さんは業務員さんを表してるんでしょうかね。そうです。え、おいおいおい、さっと撃ち殺しました。穏やかじゃねえな、おい。あの銃から本物の弾丸が出ると。本物の弾丸だと。本物だと。硝煙の匂いです。この鍵は？人形の頭が吹き飛んだ。人形の体から鍵が出てきた。入手、地下の鍵。この子は？この子はレイちゃんを表してるのかな。なんてもの、何が流れ出しているの。血。なんでこんな残酷な光景を見せられなきゃいけないの。覚悟しろよ。戻るぞ。いいか。よいしょ。動かない。よし。よし、よし、行こう。よし。地下というと最初のとこですかね。そうですね、右側ですね、はい、このまま右行ったらたどり着きますね、はい、開かない扉があったっけ。僕は前のディズムさんを見習ってですね、はい、臆せずにこう進んでますよ。いや、こんなサクサク前進まられると怖いですね。でしょ。怖かったもん。いいのいいのと思いながら、はい、ここですね、行きましょう、鍵がかかってるここですね。もうここまではクリアしたみたいなことですよね。そうですよ、新たな謎が解き明かされるのであった。いや、全体のどのくらい来てるんですかね、我々は。いや、わかんない、ね、奇跡のパート50とかいっちゃうこれ。そんなに長いかないでしょ。うし、あ、このパターンは追いかけられるのも全然考えられるくらいの広大なマップが今僕の頭の中に広がってます。だってレイちゃん前回自殺してましたよね。ドッペルゲンガーみたいなのが。ああ、そうだね、そっくりさんが屋上から怒ってましたね。なんでしょう、連続で撮ってんのにもう忘れてんすか。いや、だって怖いんだもん、記憶をね消していかないとさ。おお、あの時だ。ウェイ君、ありがとう、私のために。お安いご用ですよ。こんなことならいつでも頼んでください。今日はわざわざ僕の教室まですいません。知り合いだったの。いいのよ、私のクラスは自習中だから邪魔になるし。私たちがここで会うこと誰にも知られてない。もちろん抜かりありません。いいですか、この読書リストの取り扱いはくれぐれも慎重にお願いしますよ。ああ、そんな話ありましたね。うん、分かってる。
こんな本を読んでるのが知られたら厄介なことになるもの。でも知識を追い求めるのは私たちの自由でしょ。全くその通り。イン先生も同じようなことを言ってました。二人はちょっと似ているかもしれない。勇敢で才能にあふれていて。そうかな。私じゃどう考えても比べ物にならないよ。あの人は校長先生の娘ですごい功績を持つ学者の一族なのよ。そんなの些細なことです。きっとイン先生はレイさんを誇りに思っていますよ。お前にレイさんの文章を褒めていたのを覚えています。作文掲載されてましたもんね。ね、去年のつだよね。先生はこんなことを言いました。翼を鍛えよう。どこまでも飛べ。ウィークの机に書いてあったんじゃなかったかな。本当にそんなこと言ってた？私がレピン。ね、本当にそんなこと言ってた？一つ聞きたいことがあるの。イン先生とチャン先生が親しげに話しているのをよく見かけるけど、ひょっとしてあの二人がどういう関係か知っとるけん？おわ、終わりか。私は知っていた。あ、特に何のコメントもなく。ちょっと調べていいですか？はい、成長確認しましょう。イン先生のことを書いてあって、読書のことを書いてたのがあるよね。あ、これだ。これです、ね。な、生徒を集めて読書会を始めた先生がいるって禁止されている本を読んでる。これはイン先生のことだったんですかね。じゃないのかな、これが悪いことだったの。まあ、当時にとってそういうことだったかもしれないですよ、ね。何この不思議、すげえ次元だな。あら、あ、なんか置いてある。ウェイ君が置いていった紙袋。うわっ、私は弱い。でも以前あなたは私に教えてくれたペンは銃よりも強しってね。今絵とあれが合ってなかったですよね。ね、ん、読書会のリスト、ピアノの曲、手がかりは、あ、いや待って、なんか音が大きくなってる。え、読書会のリストじゃなくて銃じゃん。銃ですね。銃調べてみますか。こんなどこにでもあるようなただの紙切れが。嘘つけ。使い方次第で邪魔物を消す道具になる。読書会のリストを使ってレイちゃんが何かしたのか。まあ密告じゃないですか、やはり。ペンは銃よりも強しっていうのはこういうことかい。いや、しかしその皮肉が効きすぎているのでは。すごいね。僕はちょっと理解が追いつかないよ。出てみますか。はい。どこに繋がってるんでしょうか。え、何？どういうこと？誰かを撃てばいいの？こっち側に。あ、目がなく、あ、走れないです。歩きのみです。ほう。はい。どっかで使えばいいの、銃を。何を撃てばいいの？いや、もうすでに撃ったってことですよね、過去に。撃ったというか、そのリストを使って。あ、いけないですね。じゃあ、この扉に入ります。なんだろう、確信ですか？鏡だらけの部屋ですね。やでなぁ。あーつ、あー私だ。そうですね。私じゃないのが映ってたら怖いですよ。うわあ、映りそう。大丈夫。頑張れ。頑張れ。逆に自分が映ってないとか怖いですよね。あー、ドラキュラ。あー、いる。うーかな。わちゃー。あ、なん、かわいいなのは、なんコルクみたいな頭した人がいる。あー、でもなんか。先生、あ、先生だ、お前。こんなところで何を。私は教師として少々反抗的な生徒には気を配るようにしている。あなたがしたことを覚えている。えっ忘れたの？それとも思い出したくもないのかしら。僕に映ってるのは何。先生、あの何の害もないただの紙のことよ。銃の音ですか？
どうしろっていうの？そのために私も彼も死ななければならなかった。他の大勢の生徒たちも。先生だったんですか？先生が私をこんな目に遭わせた。先生が私を狂わせようとしているんでしょう。時にはね、些細な過ちが取り返しのつかない過ちにつながることもある。よくそんなことが言えますね。全部あなたのせいなのに。あなたが全部めちゃくちゃにしたんだ。まだ確証はないのでは？悩みを抱えていたのはなぜ話してくれなかったの？うるさい！先生さん、ペンを使う。ペン使った。皆さん、これはペンですから。鏡が全部割れてる。鏡割れてる。先生がここにいなければ悪魔は消えるはず。いや、しかし、動けます？あ、なくなってる。銃がなくなった。まあ、あの読書会のリストで大量の人間が、うん、まあ、何かしらの羽目にあったわけですよね、うん、この子が密告をした。密告もしくはバレてしまうきっかけになった。そうですか。でも院先生も何かしたみたいなことをレイちゃん言ってましたもんね、うん、これは扉じゃなかったんだ。あとなんとか先生と院先生の関係をなんかほど聞いてましたけど、ウェイ君に、まあ、その辺も関係するのかもしれないですね、うん。進む？右のモヤは何ですかね。モヤ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 に行こう。でも今度こそ本当に最後近づいているのでは、ね、どうせ進まなきゃわからないんだ。お、あれは桃か？あれ桃じゃないですか。桃ですか？なんかおめでたいですね。お腰につけたのかな。おっと、あ、桃桃仏像桃桃なんだか。なんて読むんでしょう。イーレイ海内内海さん宇都宮さん宇都宮、何でしょう、調べてみましょう。裁判でも行われそうな、神、ごめんなさい、読めないです。そうですね。母にたくさんの悩み事を聞かされたことでしょう。私にはくだらないことばかりに思いました。でも相談できる人がいないこともあるのです。手を合わせ静寂の中祈りを捧げます。お、私ファン・レイシンにどうかお導きを。わあ、なんだ、ははん。おわ、これどうについて聞きます？いや、愛が気になりますね、僕。お、では愛について。もしかしたら1個しか聞けないかもしれないですしね、はい。愛する人と結ばれ普通の幸せな家庭を築けますか？おうおう、陰杯。まあ、こうなんか占ったんでしょうね。陰杯は無理と分かっていることを追い求めてはいけない。ああ、こんなささやかな願いもなんて無慈悲な。ああ、全部聞きますか。これあの煙をこうかぶって母が相談していたっていう、うん、ああいう世界いいじゃないですか。この世界のこと、はい、に今いるのでは。もやもやに急に入り、はい、じゃあ家族について。なんかもう嫌なことしか出ないような気がしますけどね。本当ですね。喧嘩ばかりの私の両親はいつか仲直りできますか？ガシャゴーシャー。陰杯ですか？勝敗だ。合ってるかな。複数盆に帰らせ。え、ダメなの？そういうこと。勝敗もダメなんですか？それでもあれが私の家族なの。ああ、ジレンマですね。これは悪いの？お母さんもあの男も昔はな、あの男も言い方がね、昔は仲良く笑っていたのに、うん、再婚なのかな。いや、では将来について聞きましょう。だってキャンセルボタンねえもん。私は自分で決めた道を進み、心の赴くままに生きることができますか？お、カランコンカランカン。果たして勝敗。ああ、笑いました、うん、つまりおとなしく現実と向き合っていつ抜け出せるとも知れず待ち続けるだけ。他にどうすることもできないの？これって受け取り方な気もするけどね、うん、占いとかは。私は多くを望みすぎなの？生きることは終わりのない苦しみなのかしら。いや、そんなことはない。それとも苦しいのは私だけ？私のせいなの？そんなことないよ。あ、もう一回占った。聖杯。 お、戦争？聖杯戦争？んえ、ショーンよく分からずに突っ込んでますね。ライダー？ん知ってる単語並べるのやめてください。お、ジャンヌダル、つまり自業自得ってことね。あ、そうなの？ん
そういう意味なの。これ何の占いなんでしょうね。うん、まあ分からんからあれだけど。はあ。お、動かせません。戻るんでしょうか。戻りました。進むんですね。若者は矢をなしに決まりきった道を歩かされ、やがて純潔を失っていく。うん、親に敷かれたレールですか。私は人生のメリーゴーラウンドを回る木馬。聖なき感情がもつれた塊となった。狂気を吹き込まれ、木馬は加速していく。はあ。お、リネート。でもなんか回せみたいなことをヒントでなかったっけ。あれはでも鍵開けるためのヒントでは。ああ、それだけか。戻りました。ここで右に進むところを俺はあえて左に行く。お、そこでジャンプしたらアイテムが。ピョインピョインピョイン。それは魔界。おーでー、ここも魔界みたいなもんでしょ。いや、でもなんか物理的な悪魔じゃない分ちょっと悪趣味かもね。ババババンバン倒せないですからね。うん、逃げるしかない。走れないパターン。あ、カメラが近づいてまいります。寄ってきてますね、レイちゃんの方へと。あら、息も止めらんねえな。ラジオ、これはセーブしますか。はい、先にセーブしましょうか。はい、怖いので。いや、終わりそうだな。どうかお守りください。よし、ではラジオを聞きましょう。